皆さんこんにちは、トミーです。ということで本日は山の中にですねスノーボードパークを作ってます。3人で今、ね、3人で作業してるじゃないですか。それでこの高さを積んで鬼ですよこれ。今鬼やねこれ。これ仕事っすよこれ。まあ多分今日1日じゃ終わらないと思いますん で明日の午前中も作るんですか。明日の午前中ちょっとだからこのでもボールはもう今日中にやる。あ炭で、あちょっと向こう側もそう、向こう側は明日みんなで。あやっ、あじゃあ向こうにこうなんか遊ぶの作ってて、そう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 、ボールでそう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 、でそれを明日の午前中までには作り終える。そう明日そうみんなでやってやってみますか。なんかありますの。いや何もないで。なんか注意事項ありますか。とりあえず頑張る。注意事項ないわ。花粉症のやつがさ、うん、こう来ると結構やばいっすね。ああ俺花粉症じゃないか分からへん。俺は結構やばい、うん、やばいらしいな、うん、だってこれ全部杉じゃない。そうだよね。ここ花粉中心だから杉やばい。今鼻がもうすごいの。花粉症の人にはもうマジでデスゾーンやろこれ。やばい。思った以上に力作業で、しかも山の中だから飲み物が売ってないんですよ。で飲み物買ってきたんだけどなくなっちゃって、ちょっと川の水飲めるか一回チェックしますわ。綺麗さをね。まあいけるやろ。じゃちょっとこちらだいぶ前に動画でも上げたオリジナルスノーボードデッキ初号機トミー号をちょっと使ってみたいと思います。はい、全然やん。いきます。はい、うわすげえ、いいの。いいの。全然違うじゃん俺のやつと。やっぱノーズが浮くと全然ちゃうんすね。じゃ交換しません、それこれと。いやだからノーズが刺さるって言ってたやんさっき。おお。冷て冷て。え？あ、すごい形ができてきました。形ができてましたよ。それでは交互。それではテラスハウスでお会いしましょう。そういえば、あそうだ、なんか渓流パークあったじゃないですか、こういう感じの前のイベント、うん、で、その時に俺が1日ずっと撮ってた映像、うん、俺のホームページの、とか今無料公開してるんですよ、うん、なんで自分が滑ってる映像があれば、あ、そう、あの今宣伝ね、そうそう、みんな俺のホームページの方で見てもらって iPhone の画面録画で勝手に撮っててもらっていいんで、ぜひと思う。だってドローンの映像さ、タダでもらえるって熱くないっすか。熱いな。だって撮るのにさ、機材とか入れたら何十万ってするしさ、うん、あのパーク作るのもタダでさ、滑れてさ、で、皆さんこの YouTube の動画もタダで見てるわけですよね。これどういうことなんすか。これはなんで俺こんな仕事辞めてから全部タダで遂行してんすか。広告収入ないからや。いや、そうなんだよ。半年前から広告の申請出してんのに全然通らないんだよね。広告がもう半年経って、なんかこの前テレビでやったけど、はい、新規参入が厳しい。 YouTube? YouTube マジっすか。新規参入は厳しくはなってる。じゃあもういっそのことタダでいいから、もう別に広告収益ももうその代わりもう本当に俺が困ったら助けてもらっていいですか。皆さんよろしくお願いします。もう
俺の身長ぐらいありますよこれ。ほら4時間です、4時間手作業の限界です。これが